アゲノル、マリア・ゴーホフスキアゲノル・マリア・アダム・ゴーホフスキ伯爵は、ポーランド・オーストリアの貴族、政治家。19世紀末から20世紀初めにかけて二重帝国の共通外相を務めた。1849年、当時オーストリア支配下にあった、ガリツヤのレンベルクに、ポーランド人貴族で、ガリツヤ総督を務めたアゲノル・ゴーホフスキ伯爵の、長男として生まれる。 外交官となり1872年ベルリンのオーストリア大使館員として赴任。1895年5月16日にグスタフ・カールの木の公認の共通外相に任命され、カールの木の政策を継承して大路協調外交を展開した。彼はバルカンにおける非干渉をロシアと訳し、1903年に マケドニアでオスマン帝国に対するイリンデン放棄が勃発すると、ロシアと共にミュルツシュテークの綱領を提案し、秩序維持のための国際憲兵組織の設置などで合意した。彼の任期の後半は、オーストリア側におけるエルネスト・ケルバー首相の任期、すなわち、ケルバーの平和の時期と重なっており、オーストリアは外交、内政ともに安定した時期を迎えた。 1906年10月24日辞任。彼の後任となったアロイス・エーレン・パールは、イ路協調路線を継承しつつ、同時に、バルカンにおける二重帝国の地位強化を狙ったため、結局のところ、ロシアとの協調関係を、決定的に破綻させることになった。第一次世界大戦敗北による二重、帝国解体後の1921年に死去。ありがとうございます。